皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、飯がないんで焼きそば行ってみたいと思います。はい、それではまずですねフライピンの方ですね。はい、油をなじなじなじりなですね。はい、油をなじなじちょっとね多めにいきますか。はい、そうしたら添加一発ですね。はい、そしてここで油をねなじんこなじんこなじりなですね。で今日どんな焼きそば作るのってことなんですが、2、3日前ですね、あれですよ、ペヤングの焼きそばあるじゃないですか。あのシリーズで野菜炒め風っていうのあったのね。それがすごい美味しくてね、その味再現しちゃおうかなみたいな感じでねやっていきたいと思います。はい、やや弱火ね、油に火が通ったかな、火が通ったか、油温まったね。うん、そうしたらまずおろしニンニク入れるよ。うん、はい、おろしニンニク入りました。これでね、油にちょっとニンニクの香りをねつけてまいりましょう。はい、そしたらねお野菜入ります。入っていたのがもやし、人参、キャベツ、きくらげ、千切りね、細切りきくらげね、これ細切りで売ってるの今ねすごい楽でした。はい、それではねもうお野菜炒めてまいりましょう。そしてお肉の類はね入っておりませんでした。まあ野菜炒め風というのね。うん、はい、それではね、この野菜をねバッカンバッカンバッカリなとね炒めてニンニクの香りにしていきましょう。はい、炒めること45秒ぐらいですね。はい、いい感じでね野菜に火が通ったんではないでしょうか。そうしましたらここでね、3色パックの焼き粉の麺、はい、投入いたします。はい、そうしたらね、これをほぐほぐほぐんこほぐりーなですね、ほぐして野菜と一緒にね絡めてまいりましょう。あがつんがつんつりりんこ、あがつんがつんつりりんこ、あがつんがつんパラライカですね。はい、そうしたらこの辺で味付けに入りましょう。まずこの麺に対してのねちょっとね辛めだったんだよね、多分 1.2% ぐらいのお塩ね、もうちょいだね。はい、いつもの 1% のお塩にいやいや 0.2% 足してくださいね。はい、そして味の素ですね、パラライカと、はい、そしてブラックペッピーではなく今度はホワイトペッピーだったね、味的に。はい、これ4振りぐらいね、結構ピリ辛でしたね。で、あとはこれを混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリリーなとして ね完成となります。はい、混ぜ混ぜ混ぜリコ混ぜリリーな混ぜリリーなとね。はい、もうこんな感じでよろしいんではないでしょうか。入れ忘れはあったね。お醤油の味が少ししましたね。お醤油一周ぐらいちょっとでいいね。はい、混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜりな、混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜり、もうねすごいねガーリックのいい香りがね厨房に漂ってまいりました。はい、これで完成とさせていただきます。それではね、盛り付けてテーブルの方に運んで食してまいりましょう。どうよこれね、もうあの表紙そっくりじゃないこれね。はい、テーブルの方にですね、野菜炒め焼きそばですね運んでまいりました。何かっていうとペヤングシリーズのですね、ペヤング焼きそば、野菜炒め風っていうのね非常に美味しかったんで、再現して作ってみました。紅生姜も青のりもねマヨネーズもついていなかったんで、こんな感じで、そのままね、いただきたいと思います。とその前にねからしぐらいはつけさせてよみたいなね、ちょこっとからしをつけりーなーの。はい、いただきます。まずつけないでいただいてみますか。どうよ、匂いはもうそのものだね。いただきます。きくらげが決めてって感じだよねなんかね。このやや辛さだよね。でホワイトペッパーのスパイシーさっていうのこれなのよ。いやペヤング焼きそばなんかすっごい酒進んじゃったねあれつまみで。このやや辛さがいいんだよな。なんかピリ辛味って書いてあったんだけど、ピリ辛ってよりなんかやや塩気が辛いって感じでしたね。はい、それではね辛子をつけリーナーね、この焼きそばつったら辛子だろうこれね。いただきまーす。
このあんこ、辛いな、うまっ、辛っ、うま、熱っ、なんだってはっきりしろみたいな、まあ要するに辛くて熱くてうまいってことですね。あ、ほんとうまいこれ、これ今日も一気食いだな。野菜もいっぱい取れるしね、これいいね、野菜炒め焼きそばね。で、なんかいやいや、ちっちゃめに野菜がね、この人参とかもなんか細切りの短いやつとか、キャベツもいわゆるちっちゃめ、ね、自分のところでソース焼きそば作ると結構ね、具でかいんだけど、こういうちっちゃい感じがまたね、食べやすくていいかもしれません。ほんと美味しい。そしてあのほら、油にほら、おろしニンニク、パラライカとやったじゃないですか。あれがまたね、結構ね、そのペヤングの方もね、ニンニク臭がね、激しかったです。それがまたうまい、ニンニク好きだからね、俺なんてもうね、たまんないですよ、本当に。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、野菜炒め焼きそばの作り方、これ動画にまとめてみました。機会がありましたらね、もう簡単なんでね、ぜひ皆様も、試してみてください。ほんと美味しいですよ。おつまみにも OK、 これで飯食えるね、飯のおかずにもなるよみたいな、炭水化物かける炭水化物イコール最高ってことですね。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。良い一日を。じゃあねー。